いろいろありましたが、どんな思いでマウンドに上がりました？いや、天気予報で雨の予報だったんで、もしかしたら今日ないかなって、ね、気持ちになったんですけど、まあ、遅れたら今は全然ないんですけど、見ても全然ないんですけど、今日はカッサリとマウンドになりました。雨が降っても味方の打点は締めませんでしたね。いや、もう本当に初代感ができたので2回で4年あったので逆に本当に嬉しかったというか、今日は絶対勝たないといけなかったので、その中で0点を勝たれたので、今日は今内田健太投手にスライディングから傘も入ったわけなんですが、傘も差さずに応援のファンがたくさんいらっしゃいました。どんな風に感じてました？いや、本当にもう長いですけど、本当に秋にたくさんもあって、本当に雨なんか、あんまり気にならないぐらいたくさんの声援があったので、本当に力になりました。さあ、今年の大阪の大阪が入ってまして、優勝目になりました。大阪の大阪の要因、どんなことなんでしょうか？今はもう自信を持って本当にやられてるんで、あとは本当に全然、チームにもファンの皆さんにもがっかりさせてしまったので、今はもうそれでも取り出されて、一心に投げるし、本当にチームも順位はまだまだチャンスがあると思って、本当にそこに向けて、なんとか少しでも投げられるように投げて、どうかしてるんで、今本当にマウンドが自信を持って投げると思います。さあ、今日はたくさんのファンの方々を応援してくれるようになりました。こちらの前のたくさんの方々が応援していると思います。最後に恒例の最新情報の告知なども含めまして、この残しなども含めてメッセージお願いします。最近は何もないんで、普通に言いますけど、今日は本当に雨の中、たくさんの声援ありがとうございました。本当にずっと雨が降ったんで、結構濡れてると思うんで、今日はもうまっすぐ家に帰って、家でゆっくり宿題を上げてください。今日は